はい、こんにちは。今回のテーマは知的財産権です。基礎講座の位置づけで言うとここ。今回は一つのテーマで動画を作れちゃうくらいすごくよく出題される内容です。いろんな問題集や過去問なんかを見ているとこの知的財産権すごくよく出てくるので、この動画でもこんな風に少し多めに問題を用意してみました。この知的財産権では覚えなくちゃいけないことが結構多いので、具体的に何をどんな風に覚えればいいのか、そのあたりも説明をしていきますね。それでは早速問題の解説に入りましょう。それじゃあ早速レベル1、1問1答からいきましょう。じゃあ丸1番、人の知的活動によって生み出された創作物やアイデアを保護する権利、これは知的財産権ですね。続いて2番、知的財産権のうち主として産業の発展に寄与する権利の総称で、特許庁に出願することで発生するもの、正解は産業財産権です。産業の発展に寄与する権利なので産業財産権と呼ばれています。続いて ③番、新しい発明を保護する権利、これは特許権です。そして ④番、製品の構造や形状に関するアイデアを保護する権利、正解は実用新案権ですね。⑤番、製品のデザインを保護する権利、これは意匠権です。続いて⑥番、商品やサービスなどに使う文字やロゴマークを保護する権利、これは商標権ですね。ここまでの特許権、実用新案権、意匠権、そして商標権の4つはさっき出てきた産業財産権に含まれている権利です。では続いて ⑧番、知的財産権のうち主として文化の発展に寄与する権利の総称で、創作時に自然に発生するもの、これは著作権です。そして ⑧番、著作権のうち著作者の人格的な利益を保護する権利、これは著作者人格権ですね。続いて ⑩番、著作物の伝達に重要な役割を果たす実演家や放送事業者などに認められる権利、これは著作隣接権です。では最後⑩番、自分の著作物に他人の著作物の一部を用いること、正解は引用です。というわけでレベル1の1問1答はここまでです。今回はちょっと問題が多かったですよね。この知的財産権ではいろんな権利の名前が出てくるんですけど、基礎講座の時にはこんな図を使って説明しました。それぞれの権利について押さえておきたいポイントは2つ。1つ目はそれぞれの権利の名前を覚えておくことと、もう1つはそれぞれの権利の構造関係ですね。この図にあるように、まず権利全体が知的財産権という大枠でまとめられていて、それが大きく ① の産業財産権と ② の著作権に分けることができると。そしてその2つの違いはビジネス面の権利なのか、文化芸術面の権利なのかというところと、産業財産権の方は特許庁に出願することで発生する権利だけど、著作権の方はその著作物が創作されたタイミングで発生する権利なんだという、この違いをぜひ押さえておいてください。そして産業財産権と著作権の中にはまた細かい権利がいろいろ入ってくるんですけど、このあたりはこの後の練習問題の中でその都度振り返りながら解説を進めていきたいと思います。じゃあ続いてレベル2、練習問題に進みましょう。今回の練習問題大きく2問用意してるんですが、まず四角1です。次の文章を読んで下の問いに答えようということなんですが、先に括弧1番見てみると、文中の ① から ④ に当てはまる5個を答えようということなので、穴埋めをしながら問題文を読み進めていきます。人の知的活動によって生み出された創作物やアイデアで財産的な価値を持つものを ①番、知的財産と言います。そしてその創作者に与えられる権利のことを ②番、知的財産権と言います。そしてその後、知的財産のうち主に産業に関わる特許権、実用新案権、意匠権、商標権、これをまとめて ③番、産業財産権といって、創作時点で発生する文化や芸術に関する権利のことを ④番、著作権と言います。というわけでこのあたりはさっきの1問1答の復習ですね。じゃあ続いて括弧2番です。下線 A の4つの権利について、下の表の ① から ④ に当てはまる権利の名称と ⑤ から ⑨ に当てはまる数字を答えようということで、産業財産権の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、この4つが ① 番から ⑤ 番のどこに当てはまるのかということと、それぞれの権利の保護期間、これがそれぞれ何年間なのかというのを答える問題になっています。
じゃあ上から順に見ていきましょう。物や方法など産業上高度な発明を保護する権利ということで、ポイントはここ、高度な発明ということで、丸一番は特許権ですね。そして特許権が保護されるのは出願から20年間なので、丸五は20が正解です。じゃあ続いて2つ目、物の形状や模様、色彩などのデザインを保護する権利ということなんですが、キーワードはここ、デザインを保護する権利ということで、丸二番は意匠権となります。意匠権が保護されるのは出願から25年ですね。続いて3つ目、商品やサービスのマークや記号、文字などを保護する権利ということで、丸三番は商標権が正解となります。商標権の保護期間はその商標が登録されてから10年間という長さになります。これ他とちょっと違うのが、商標権だけは出願ではなくて登録されてから保護期間がスタートするということと、これ10年とちょっと短めな期間なので、必要であれば保護期間を更新するようなこともできたりします。余裕がある人はぜひこのあたりも知っておいてください。それじゃあ最後、物の構造や形状のアイデアのような小発明を保護する権利ということで、ポイントはここ、小規模な発明ということで、丸4番は実用新案件、そしてこの権利が保護されるのは出願から10年間となります。というわけで、この4つの権利については、権利の名称とそれぞれの保護期間、このあたりを押さえておきましょう。でこのあたりの名前とか数字の部分ってどうしても覚えにくいというか、結構間違いやすいところですよね。で僕自身もこういう暗記物がすごい苦手だったんですけど、ノートにまとめてみたりとか、それを見返しているだけだとどうしても覚えられないんですよね。っていうのも、何かを見るようなインプットの勉強、これ見てるだけでいいというか、すごく楽にできるんですけど、やっぱり頭には残りにくいです。こういうのを覚えたいときは、僕の場合覚えたい部分を赤いペンで書いて、それを赤いシートで隠して頭の中で思いながら見返したりとか、あとはこんなグッズを使って覚えたいところに緑のマーカーを引いて、それをまた赤いシートをかぶせて思い出しながら復習するっていう方法が僕は効果的でした。こういう細かいことを覚えたいときは、アウトプットの勉強を取り入れてみる、これをぜひ意識してみてください。じゃあ続いて3番いきましょう。スマートフォンに用いられている発明や技術などについて、次の1から4と最も関連が深い権利を下線 A の4つの権利から答えようということで、それぞれの事柄について、さっきの4つの権利のうちのどれと関連が深いのか、それを考える問題です。じゃあ早速1番、スマートフォンが握りやすくなる形状のデザインということで、これはまたデザインに関する権利なので、正解は意匠権です。続いて2番、スマートフォン内にインストールしたアプリを識別するためのアイコン、これキーワードはここ、識別ということで、いろんな商品やサービスをそれぞれ識別するためのロゴマークやアイコン、これを保護するための権利なので、正解は商標権となります。じゃあ3番、スマートフォンの小型軽量化を実現したリチウムイオン電池の技術、正解は特許権ですね。そして最後、スマートフォンを収納して腕に取り付けられるアームカバーの構造に関するアイデア、これ正解は実用新案件です。これ実は基礎講座の時に解説した例をそのまま問題にしたものなので、なんだっけっていう人は後で基礎講座の動画を復習しておいてもらうといいと思います。じゃあ続いて2番に行きましょう。次の文章を読んで下の問いに答えようということで、早速文章を読んでみます。著作物を創作した人には著作権が与えられる。著作者の人格的利益を保護する著作者人格権として次の3つが定められているということで、1から3まで3種類の権利がまとめられています。そしてその下、また著作者には複製権や上映権のような財産的権利を保護する権利も与えられるということですね。じゃあ早速1番見てみると、文中の1から3に当てはまる語句を次のあからえからそれぞれ選ぼうということで、この3つの権利についてそれぞれの名前を穴埋めする問題です。じゃあまず1番、著作物を公表するか、またどのように公表するのか、これを決められる権利ということで、正解はこちら、絵の公表権というものです。続いて2番、著作物の公表時に氏名を表示するかどうかを決める権利ということで、正解は氏名表示権と呼びます。
これは本名を出すかどうか、あるいはペンネームにするか、そういう部分も決められる権利ですね。続いて丸3番、著作物の内容などを意に反して改変されない権利。正解は、あ、同一性保持権というものですね。例えば何かの原作をもとにドラマや映画を作りたい、そんな時は元々の原作の内容から勝手に改変しちゃダメ、もし改変したければ原作者の許諾を得る必要があるというのがこの同一性保持権です。じゃあ続いて2番、次の1から4の下線部について正しければ丸、誤っていれば正しい語句を答えようという問題ですね。じゃあ早速1番、著作者の権利は著作物を公表した時点で権利が発生するというふうにありますが、これは公表した時点ではないですよね。正しくは創作した時点です。じゃあ続いて2番、著作権は著作者が死亡した翌年の1月1日から50年間保護される。この著作権の保護期間、すごくよく出題されるので、ここは必ず覚えておいてください。これは50ではなく70年間、こちらが正しい数値となります。じゃあ続いて3番、著作権の保護対象として小説や音楽、映画、コンピュータープログラムなどがあるということで、これつまりコンピュータープログラムが著作権の保護対象となるのかという問題です。正解は丸ですね。この他にも絵画とか写真、そして動画なんかも著作権の保護対象となります。じゃあ最後4番、歌手や俳優などの実演家や著作物を公衆に伝達する事業者には著作隣接権が認められる。こちらは正解、丸です。この著作隣接権は状況に合わせて、このケースでは録画権が認められたりとか、また違うケースでは上映権が認められたりとか、時と場合によって与えられる権利が変わるというところもぜひ頭の片隅に入れておいてください。じゃあ続いて最後、3番いきましょう。著作物の利用事例として著作権者の許諾を得る必要がないものを次のあからおから全て選ぼうということで、これは皆さんの身近な場面でも必要な知識になるので、ぜひ正解をしておきたいですね。じゃあ、あ、スマートフォンでテレビ番組を録画して SNS で公開した。これはもちろん勝手に SNS で公開しちゃダメですよね。これは大原則として、他人の著作物を一般に公開したいときにはその著作権者の許諾を得る必要がある、こういうふうに考えておきましょう。では続いて、いオンライン上で購入した音楽データを自分のパソコンにコピーして再生した。この場合は許諾を得る必要がありません。っていうのも、さっき許諾を得るのが大原則ですという話をしたんですが、いくつかのケースでは許諾を得なくても大丈夫ですよということで例外規定というものが設けられています。その一つが自分で利用する私的利用というケースですね。今回のイのようなパターンです。じゃあ続いて、ウウェブページ上の統計データの一部を引用してプレゼンテーションのスライド資料を作った。こんなケースも許諾を得る必要はありません。こちらはデータを引用するというケースですね。じゃあ引用って何だったかっていうと、基礎講座ではこんな風に解説しました。引用のルールとして、その情報を使う必要性がある、全体の一部である、他と区別することができる、出典を明記する、このようなルールを守れば他の人の著作物を一部利用させてもらうことができます。じゃあ続いて、え、高校の授業で教科書に掲載されている図を拡大コピーして生徒全員に配った。このようなケースでも特に許諾を得る必要はありません。これも例外規定の一つで、学校のような教育機関、ここでは著作物をコピーすることが許されています。では最後の、お、文化祭で友達とバンド演奏することになり、市販の楽譜を全員にコピーして配った。このようなケースでは前もって許諾を得る必要があります。これは学校の文化祭のためなので一見良さそうに感じるかもしれないんですけど、あくまでも授業のためにコピーする場合に限られるんですね。なのでこのようなコピーは勝手に行ってはいけないということをぜひ頭に入れておきましょう。というわけで、事前に許諾を得る必要がないケースいくつか見てきたんですけど、他にもこのように保護期間を過ぎている場合とか、非営利目的の上映とか、許諾を得なくても他人の著作物を使えるケースがあるので、忘れちゃったっていう人は後で基礎講座の方も復習しておいてください。はい、というわけでここまでが練習問題の解説です。じゃあ続いて少し休憩を挟んでレベル3、入試レベルの問題にチャレンジしてみましょう。はい、それではレベル3、入試問題にチャレンジしてみましょう。今回は2問用意してあるんですが、まず1問目がこちらです。
2021年度の情報関係基礎科目、この中で実際に出題された問題ですね。じゃあ早速問題文見ていくと、次の記述の空欄あと「い」に入れるのに最も適当なものを下の回答文のうちから一つずつ選べということで、文章を読み進めていくと、著作者の権利はいくつかの権利からなっており、それらは大きく著作者人格権と著作権かっこ財産権に分けられる。著作者人格権に含まれるものとしては「あ」が、著作権かっこ財産権に含まれるものとしては「い」が挙げられるということで、著作者人格権と著作権かっこ財産権の中に含まれる権利をそれぞれ一つずつ選ぶという問題です。回答群の中見てみると、全部で9ついろんな権利が書かれていますが、この中で著作者人格権に含まれるのはさっき出てきましたね、丸5の同一性保持権というものでした。そして著作権かっこ財産権に含まれるのは丸8番の複製権というものです。これ基礎講座ではこちらの文章で説明した内容ですね。著作者の権利は大きく2つ、人格に関する権利と財産に関する権利、これに分けることができて、それぞれここに書いてあるような権利が該当するという話をしました。ここ結構細かい内容なんですけど、やっぱり受験レベルになるとこのあたりの知識までしっかり頭に入れておく必要がありそうですね。ただ今から全部覚えなくちゃって考えるとプレッシャーかかっちゃうので、大事なキーワードから少しずつ頭に入れていけば大丈夫かなと思います。じゃあ続いて2つ目の入試問題見ていきましょう。こちらが2つ目の入試問題で、下の方を見てみると2022年度、こちらも情報関係基礎科目のテストとして実際に出題された問題です。じゃあ中身見ていきましょう。次の文章を読み、空欄あと「い」に入れるのに最も適当なものを後の回答文のうちから1つずつ選べ、ただし回答の順序は問わないということで、下見ていきましょう。クリエイティブコモンズライセンスでは次の4つの条件を組み合わせて、権利者が著作物の利用条件を指定し、バナーなどで表示することができる。ただし、倍は必須である。それ以外はオプションであるが、矛盾する条件を指定することはできない。ということで、クリエイティブコモンズライセンスに関する問題です。これはどういうものかというと、著作権の権利者が自分で著作物の利用条件を示す、そのための方法なんですね。じゃあどうやって示せるかというと、下のようなマークを使います。こちらが by、作品のクレジット、つまり作者名などの情報をきちんと表示することという利用条件ですね。2つ目が NC、営利目的で利用しないこと。3つ目が ND、元の作品を改変しないこと。そして最後 SA、改変して良いが元の作品のライセンスを継承すること。このようなマークを下の回答文のように著作物と合わせて明示することによって、この著作物はこう使ってくださいねというふうに意思表示をすることができるんですね。そしてこの問題では回答文のバナーのうち組み合わせが誤っているものを選びなさいというような問題になっています。これはどう考えるかというと、上のところにこのバナーの表示についていくつか条件が提示されてましたよね。一つ目が by は必須である。二つ目が by 以外はオプションなんだけれども矛盾する条件を指定しちゃダメですよという、この二つが条件として提示されています。なのでこの条件に反しているものを選びなさいというふうに問題を読み替えて、それぞれの選択肢見ていくと、まず丸5番、こちらのバナーには必須であるはずの by、 これがありません。なのでまずこの丸5は誤りです。そして上の4つの条件の組み合わせの中で矛盾する条件がないかということで見ていくと、 ND の元の作品を改変しないことというのと、 SA の改変して良いがという部分ですね、ここが矛盾しているので ND と SA は同時に指定できないということになるんですけど、丸1番、このバナー見てみると ND と SA が両方入っています。なのでこちらも誤った組み合わせであるということで、正解は丸1と丸5、この2つとなります。このクリエイティブコモンズライセンスについては説明がある教科書とない教科書があります。説明があってもどこまで深く解説されてるか、結構教科書によってバラバラなんですね。なので他の過去問でもこの内容が出題されるときには結構細かく説明書きされているというケースがほとんどでした。なので正直知らなくても解けるっちゃ解けるんですけど、この内容を前もってある程度知っておけば問題文を流し読みできるので、解く時間を節約することができます。なのでこういう書き方があるんだなぁというのをぜひ頭の片隅に残しておいてください。念のためこちらに重要なポイントをまとめておきます。本番で高得点を目指す人はぜひここまで頭に入れておくといいでしょう。
というわけで、今回の知的財産権の問題はここまでです。この知的財産権、すごく出題されやすいテーマなので、ぜひしっかりと理解をしておいてください。次回は、今回と同じように試験で出題されやすい個人情報について扱うので、ぜひチャンネル登録をして楽しみに待っていてください。それでは、また次の動画で会いましょう。ありがとうございました。